この瞬間を忘れないように。笑って、せーの。昨日とは別世界みたい。いい刺激になっただろ。もうこりごり。私、学校やこの町に貢献したいと思ってる。なのにコンテストの写真すら提出できない。拒絶されるのが怖いんだ。拒絶を怖がってちゃ何もできないよ。提出しろって。クロエが嫌いなこの町と学校のためでも。おいおい、別に私はそういうわけじゃ。ボロクソに言ってたのはここを出たかったから。マックスがいなくなってからずっと。もしレイチェルを見つけてフランクに金を返せてもここにはいられない。昔みたくうだうだしてられたらいいのに。起きようか、そろそろ学校に戻らないと。なんだよ、テストでもあるのか。毎日学校に行くことがテストみたいなものだよ。学生らしい生活に戻らないと。昨日の夜のせいでクタクタ。でも楽しかった。すっかり私も犯罪者の仲間入りだ。あんなの情の口だぜ。正直、誰もいない夜のプールは楽しかった。プールだけで満足してもらっちゃ困るぜ。もっと上を目指さないと。でも力はよく考えて使うべきだよ。どんな反作用があるかわからない。まず服を着ないとね。お金を手に入れて落ち着いてるみたい。あれ、障害者基金だけど。朝日が素敵。とても穏やか。ガキの時みたいにずっとこうしていられたらって思わない？うん。でももう子供じゃない。デートもできるし、いつか彼氏を連れてくるんじゃないかってパパ怯えてたな。そういえば聞いてなかったけど、本気で付き合ってた人っていたの？ないない、おふざけみたいなのばっか。一時期年下にはまってさ。他にもいろいろとね。その辺の男子と付き合ってるとこ想像できない。よくわかってるじゃん。そんな時にレイチェルに会って救われたんだ。本当にレイチェルが好きだったんだね。マックスも好きになってたよ。賢い、セクシー、おしゃれ。私みたいだろ。はいはい、案外私の方が気に入られたかもよ。言ってな。でもありえるな。マックスは写真家、彼女はモデル志望だったから。モッシュに参加するわけじゃないし。ここから飛び出てクロエがぶたれるのを止めなかったことが今でも後ろめたい。地獄に落ちるかもしれないけど、クロエのためなら後で返そう。どうにかして。ああ、この電話覚えてる。一緒にデコったんだよね。レイチェルの写真と一緒に持ってくれてるんだ。嬉しいな。これ、私の10歳の誕生日だ。まだ撮っておいてくれたんだ。とりあえず、正体はバレてない。今はね。
丈夫そうでよかった。いつお見舞いに行けるかな。なんか嬉しい。私が見た夢の意味を本気で探ろうとしてくれてる。クロエがぶたれてるのに隠れてたなんて、ほんと意気地なし。フランクは手出ししがたくなったかもしれないけど、もしデイビッドに知られたら、私の写真にしてくれてるかなと思ったけど、レイチェルには勝てないね。やっぱり、あのお金を取ってきてよかった。この人、本気でやばい。うん、まだ塩素の匂いが残ってる。私のクロゼットから何か探しなよ。では、クロエのコスプレをしようか。ほら、それ。レイチェルの服が残ってるだろ。サイズも合うはず。でも私っぽくない。贅沢言うなよ。いいから試してみな。いつだって塩素臭い T シャツと地味なデニムに巻き戻せるんだし。ひどい。シャツもデニムも好きなのに。でも試着してみるのも楽しいかも。入ればだけど。言い訳はいいよ。それ着て内なるパンクロック魂を解き放て。失うものなんてないんだから。何でもまずはやってみればいいんだって。例えば私にキスするとか。え？ほらやってみて、キス。マジでやった。ウォーレンにメールして脈がないことを知らせてやんないと。まあユリ好きなら別だけど。バカじゃないの。キスした時のクロエの顔、まさかって感じだったね。マックス、タトゥーとピアスを出せば立派なパンク娘だ。モッシュ上等、チェケラッチョ。やっぱないわ。下行ってママに会ってきな。朝ごはんだ。私は寝起きの一服してから。誰にも言わないよ。そうしてくれるとありがたいよ。すごくいい匂い。子供の頃を思い出すな。今まで髪を青く染めようなんて思ったことなかったけど、いい機会かも。プールの塩素で顔がすごくベタついてたから、すごく気持ちいい。クロエは自分の歯ブラシを使われても気にしなかったな。私は人に歯ブラシ使われたら嫌だけどね。この汚い海賊のタオル、クロエが子供の時から持ってた。思い出しちゃった。あれ？月曜日におばさんの部屋で助けた青い鳥だ。マッドマックス参上、かましてやるぜ。なんてね。今回だけはこの人たちが正しいのかも。
デビッド、ゴーン巡査だ。知らせたいことがある。オダクの娘さんの車が昨夜ブラックウェル付近で目撃された。例の事件が起こった頃だ。なんだって？至急連絡をくれ。もうまたかい、クロエ。今度はなんだい？消去しました。さようなら。今のクロエにこういうのは必要ないよ。こんな朝早くから誰がビールを飲むのかな。こんなことで有名になりたくない。いつか空が赤くなっても不思議じゃないよね。あ、かわいそうに。なんか怯えてるみたい。鳥さん出てって。ほら飛んで。列になって死んでる。不吉だよ。鳥が死んでる。かわいそうに。どうして死んだんだろう。クロエと順番子で乗ってたことを思い出すな。上まで高く上がれるようにお互い力いっぱいをしたっけ。クロエはいつもぐるっと一回転したがってた。私はいつも怖くなってその前に飛び降りてた。そしてクロエは今でも飛ぼうとしている。おばさん、おはよう。レイチェル。あ、マックス、驚いた。その服ぴったりじゃないか。まあ中身はあの子たちとは違うけどね。で、何が食べたい？卵とベーコン焼いて。昔はよく卵とベーコンが焼けたよって起こしに行ったっけ。そうそう、それで飛び起きてたよ。それじゃあちょっと手伝ってくれるかい。卵とベーコンを持ってきて。卵とベーコンね。クロエは今でも同じシリアルを食べてる。私も。鶏より卵が先っておばさんの口癖。昔と同じ冷蔵庫で嬉しい。野菜を食べた方がいいんだけど、はあ、ベーコンは捨てがたい。ありがとう。ここ数年でいろんなことがあったけど、あんたとクロエがまた仲良くなれてよかった。レイチェルが失踪してからあの子は。ああ、その服を見ると思い出すね。レイチェルはいい子だった。ロスで元気にしてるといいけど。私もそう願ってます。だけど言いたいことはわかるよ。でもいつかレイチェルがひょっこり戻ってきたり、クロエに連絡してくるんじゃないかってね、考えるのさ。正直な話、レイチェルは無事だと思う？そう願ってた。願ってるよ。レイチェルは賢いし世渡り上手で、ただ私には見せていない部分があったのかもね。
クロエにも。私もクロエのことを思ってたより知らないのかも。マックスったら、あんたレイチェルに嫉妬してるの？そうかも。レイチェルは私よりずっと素敵だから。そうかい。でもクロエはあんたみたいになりたいって言ってたよ。5年間ずっとね。まさか。でも本当に？5年前ってなんだかすごく昔みたいで。そんなこと言ったら私はどうなるのさ。あんたまだ18だろ。若いね。私も時間を巻き戻したいよ。そんないいものじゃないよ。さあみんなお待ちかねの朝食だよ。そろそろ席に着いて。ありがとう、おばさん。でもここにいたら太っちゃうね。嫌味かしら。ベーコンエッグ早く食べたいな。誰も水やりをしてないみたい。粒入りじゃなくてクリーミーでよかった。あんたに会って本当にいろんなことを思い出したよ。あんたの写真には到底及ばないと思うけど。私のお気に入りの写真家もこんな写真を撮るの。デイビッドは幸せだね。あの人も私たちの幸せを願ってる。うまく表せないだけで。やっぱレイチェルみたいにこの服着こなせないな。いつものあんたも素敵だよ。懐かしい。この写真よく覚えてる。そりゃよかった。ウィリアムがこれを撮ったんだ。結局彼の最後の写真になったけど、この後すぐに車で出かけて、そして、うん、そうだったね。ごめん、湿っぽくなったね。そうだ、この写真をもらってくれないか。この頃のクロエは明るくて生き生きとして前向きで、今とは全然違う。本当に幸せなあの子を見たのはこの日が最後。私の悪口言って盛り上がってたんだろ。自意識過剰だよ。ちょっとクロエ、朝から喧嘩を売るんじゃないよ。さっさと食べな。時間を稼ぐからガレージに行って。何をこそこそ喋ってんだい。こっちの勝手だろ。ったく、この家にプライバシーってもんはないのかよ。うん、聞いただけじゃないか。何をそんなに怒るんだい。あの、お手洗い借りるね。なんだよ、味方してくれないのか。まったくこの子は。いいから少し落ち着きなさい。うるせえよ。デイビッドのパソコンを調べないと。絶対何か隠してるはず。パスワードがかかってる。クソ親父じゃないよね。何か手がかりないかな。新しいパパ、パスワードに使ってたりしないかな。軍用の南京暗証番号が読み取れる。これがパスワードかも。銃を戻そうにももう無理だよ、クロエ。
この ID 番号は使えるかも。この番号をパスワードにしてたりして。この本を何度も読んだみたい。何を学んだんだろう。デイビッドの両親から？この日付がパスワードかも。これをつけた車におばさんを乗せて走ってるところは想像できないよ。デイビッド・マドセンも誰かにとっては恩人なのかも。今にも走り出しそう。監視よりもこっちの方がいい趣味だよね。もうプロポーズしてるようなものだね。これがパスワードかも。やった！私、ハッカーの才能あるね。うわ、得だね。レイチェルはフランクと付き合ってたんだ。でもどうしてデイビッドが気にするの？尾行してる暇があったなら助けられたはずなのに。何これ。気持ち悪い。クロエに知らせなきゃ。悲しむだろうな。というか、怒るだろうな。うまそうだな。あら、なんでこんな時間に？事件の調査で徹夜明けだ。仮眠を取りに来た。何があったの？クズどもが夜のプールに押し入ったんだ。まったくどうなってんだこの学校は。調子に乗った生徒しかいないじゃないか。生徒の仕業だって証拠はあるのかい？他に誰がいる？証拠はすぐ揃う。やっぱりここにいたか。レイチェルの服なんか着て何のつもりだ。誰の服かわかるんだ。何が言いたい？お前もクロエも偉そうな口を聞きやがって。やめてデイビッド。生徒を脅さないでちょうだい。それだけじゃない。学校に監視カメラまでつける気なんだろ。いい趣味してるぜ。やめろクロエ。それとこれは別だ。私が悪いっての？自分のことは棚に上げやがって。いいからやめろ。黙れ。私が退学になった時負け犬呼ばわりしたよな。負け犬はどっちだよ。レイチェルとケイトのことだって調査どころか迷惑しかかけてねえだろ。あの、私たちデイビッドが何をしたか知らないし、証拠があるわけじゃないの。分かっているのはネイサン・プレスコットが危険だってことだけ。だから決めつけるのは。そうかよ。マックス様はお優しいね。こいつの怪しい行動もクラスメイトのファイルの件もどうでもよくなったのか。マックスも不審に思って。やめな。むやみに人のことを責めるもんじゃないよ。この家でそういう話をするのはやめてくれ。もうたくさんだ。同感だな。俺も今は仕事のことを忘れたい。ゆっくりとジョイスの朝飯を食べさせてくれ。好きにしな。行くぞマックス。おばさんのためとはいえデイビッドに甘くしすぎたかも。マックス、デイビッドと私たち家族の味方をしてくれてありがとう。
クロエじゃこうはいかないよ。かばってくれてありがとう。だがこれは家族の問題だ。またもやがっかりだよ。クソ親父の味方をするマックスなんて記憶から消したい。